どうも、ジャミーです。今日も対戦ズーキーパーの対戦やっていこうと思います。まあ、まずはやはり3戦ぐらいいつも通りアップして、いつも通りオンライン潜っていこうと思います。ではやっていきましょうか。いや、消えちゃったか。まあいいでしょう。あ、ちょっと右上ら辺だったかな。なんかちょっと消えちゃって、まあ連鎖繋がんなかったのは。あれはまあズーキーパーあるあるなんで、消そうと思ったとこが勝手に消えて、タイミングがずれて、まあ、コンボが途切れちゃうっていうのは、まあ、ズーキーパーあるあるなんで。まあ、しょうがないですね。まあ、引き続きやっていきましょう。まあ、スコアは悪くないんで、まあ、いいんじゃないですかね。じゃあ、ラストやっていきましょうか。いや、繋がってないか、今の。最後タイミングミスったけど、まあ、さらにその後の空中キャッチは良かった。空中で動物をキャッチするっていうね、技術。それで最後に、ラッキーパネルじゃない、ディフェンスのカバーが消えたんで。まあ、でかいですね。最後にディフェンス消えるか消えないかはだいぶでかい。あ、じゃあオンライン潜っていきましょうか。まあ、割とね、久々なんで。12連勝中から。レートは 2653.6 からですね。覚えておきましょう。はい、PUU さんよろしくお願いします。レートの差がやばい。はい、お願いします。最後ラッキーパンダのパンじゃない、ラッキーパネルのパンダ消したのがでかい。ラッキーパンダのパンダって言っちゃうんだよね、いつも。これは余裕で勝ちましたね。相手のディフェンスがだいたい20ぐらいに対してアタックも90ぐらいだったか ?80 ぐらい。よし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 。まぁ、あ、ちょっと内容いまいちだったけど、まぁ、あ、勝ちましたね。余裕で勝ったこれは。レートの差がこれすごいですからね。1700も差あるから。これ本当に適正レートであそこまで下がっちゃった人が、本当にワンチャンすら勝てる要素あるのかって感じだけど。まあ、レートを意図的に避けてる人なら全然勝てる可能性はあるけどさ。どうなんすかね、このレートの差をマッチングさせるっていうのは。
最低でも200、300、500さんまでにぐらいにした方がいいと思いますけどね。はい、お願いします。たけさんよろしくお願いします。え、わかんない。ここか。わかんなかった。まあ、十分なんで。これは内容良かったですね。ちゃんとコンボ繋げて、点数を上げた。さあ、相手はどんぐらいですかね。俺、ディフェンス400なんだったっけ。お、かなり相手も高いですよ。お、高い高い高い。高かったですね。相手ディフェンス何あった？ 300 ぐらいあった。ディフェンス200後半か300ぐらいありましたよね。アタックも、こっち減ってるんで。ああ、まあずっと減ってたんで、まあアタックも500以上あったんじゃないですか。500ぐらいのディフェンスも300ぐらいあったと思いますんで、相手もかなり強かったですね、これ。まあ、しかし、それをさらに上回ったと。はい、ありがとうございました。レート2しか増えねえのか。いや、さっき1戦やったから、え？ 1 ぐらいしか増えてない、これ。全然増えないですね。はい、ノリさんよろしくお願いします。これもレートの差がやばい。はい、お願いします。間違えた。うん、これ強くないな。ちょっとあそこでミスったのが、後々影響してしまった。あーっと、しかし相手無操作。でも192って死ぬっけ？ 192 だと生き残るんじゃないか？さあ、ギリギリ生き残った。無操作だけど生き残りましたね。やべ、変なの出した。危ねえ。右クリック押して変なの出した。たまにあるんですよ。まあ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 ですから。さあ、今度はどうなんでしょうね。無操作かな、また。ああ、無操作だね。これはやっぱり意図的にレート下げてる人かな。レートを下げまくって、連勝数を狙ってるんですかね。まあ、連勝すれば連勝するほど、この銀のメダルとかもらえるんで、それを狙ってるのかな。はい、ありがとうございました。あ、レート1しか増えない。約1ですね。まあ、メダルもかなり溜まってきてるんで、もうちょい溜まったら俺も引こうかなって思ってます。はい、パブロンさんよろしくお願いします。まあ、ガチャをね、する動画も撮ろうかなとは思ってるんで、まあ、もっと溜まったら、ガチャ引きたいと思います。いやー、押せてないのか、やばい。キリン消してからできればスペシャルパネルを押したかったけど、まあスペシャルパネルを押せればまあいいですね。結構スコアに影響しますからね、スペシャルパネルは特に。
ディフェンス246だから相手は、相手も高いですね。おっと、こっちが酒いるか、酒減った。お、高い。これ死ぬか、相手はギリギリ生きると。こっちがこれだけアタックあるんで、相手もっと高いような気がする。さあ、死にましたね。負けましたね。相手普通に高かった。さあ、何減るこれで。増えるの相当少ないけど、減るのだいぶ多いと思う。うわ、めっちゃ減った。38ぐらい減った。やばいっすね。こんな減るんだ。まあ、レート500差あったけど、相当減りましたね。だいぶシビアになってきた。相当な勝率が求められるぞ、これ。まあ、レートが近い人同士だったらそうでもないと思うけど。この差なんてもう、だって勝っても1ぐらいしか増えないからね。はい、トロティングさんよろしくお願いします。さあ、かなりの勝率が求められるレートになってきました。まあ最後ディフェンス消せて十分強い。518、377。あ、また無双さ。やっぱりこの低レートてか、レートがめちゃくちゃ低い人だと、基本的に無双さ多いんですよね。やっぱり意図的にレート下げてる人が多いんで。さあ無双さで勝っていくと。これ何増えんだ ?2618.4 だから、多分1位ぐらいしか増えないよね。相当シビアだね、こういう人とある。1位ですね。はい、ありがとうございました。全然増えない。全然増えないに対し、負けたら大体30以上増えるというね。はい、じゃあまあこんな感じで、今日もお疲れ様でした。まあ良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。